8月14日今日は午後ですね。3コマ目からのトレーニングです。午前中フリー宿しました。ゆうや1本目ね、試合近いんで大会モードです。ゴー。ずらすなぁ、探り探り入らない。1本目、ほら、なんでターン後半に山が残るの。ふい、レッツゴー。はい、ルイシャー1本目。ふい、いいね。また長くならんよ、後半フェーグでしっかりターンしてくる。後半ずらさない、いけ。おう、はい、関くん、ポジション突破を認識してます。腰外したいないように。スタンス頑張って狭めてますね。いいよ、いいじゃん。あ、これちょっと広いな。はい、はい、ニナッチ1本目。はい、しっかりターン終わらせてトライ。ゴール。はい、高田氏構えて入らない、しっかり外腰を向けてくる。はい、板が縦になってから踏む。よー、いけ。ゴー。はい、整備が1本目。よよ、下げ。悪くなるな、背中。若干かぶってるよな、まだ。潰れない、潰れない。潰すなー。はい、大ちゃん、行け。ずらすなー、ずらすなー。しっかりポジション高くからしっかり取り込んでいけ。伸びるな、伸びるな、伸びるな。板返ってくるの、しっかり待て。行け。はい、るい。ルイの課題はライン上部はこれでいいんだけど、スピード出てきてからしっかり上にスペース作って倒してこないとターンが下になっちゃうぞ。スペース作って、そう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 、いいんじゃない。はい、関くん、スタンスとライン取り。うん、まあまあまあ、右足返すがな、やっぱちょっと乗り方が違うな、まだこれ。外骨盤が下の方向いてきてから、はい、あ、もう一度見ます。ういこう。はい、ニナッチ。はい、ってなってから。ういー、どうしたー。いけ。はい、高田氏しっかり乗り込んでからやぞ。体と板を離すのは、乗り込む前に体と板が離れちゃうと絶対内側のターンになるから。あー、ダメ、いいもの。はい、4コマ目は SL に変えてホワイトピークです。1本目、ゆうや。結構癖のあるセットです。
大輔行きます。リズムあまりないから隠蔽でしっかり見た通りに。はい、大輔いいよ。守るな守るな、攻めてこい。まだだまだだ、攻めろ。はい、はい、これいい。はい、大輔4コース。宮崎くん入れてあげてね、宮崎くん入れてあげてね。おい、大輔を巻きすぎだってこれ。超守ってるやん。2段エッジングだし。おい、一発で決めてこいって大輔。いやいや、体回ってたよ、腰。いやいや、紫外速。次行きます。自分で分かった。わかりました。警戒しちゃって、全然もうライン全然ダメだからね、みんな。はい、ルイ。いや、まだちょっと微妙。上でしっかりスペース作って端子入ってくる。ルイスペース作ってまっすぐ行きすぎない。スペース作って、そうよ、いいよ。速すぎる。次席行きます。お願いします。はい、席くん、こういうリズムがないね、セットすごく難しいからね。ルイは逆だな、ポジション遅れないように行こう。ポールの上しっかりスペース作らないと、ほら詰まってくる。はい、席くん、ルイシクはポールの上スペース作ってこないと。まっすぐ入って当たって下でザーってやってたらダメだぞ。聞こえた、ルイ。矢月行きます。お願いします。はい、佐藤くん、シク来い。はい、ユー一本目。はい、ルイちゃんとゴールしろよ。頑張れ。ずっと GSM のすぐ押し引けちゃうな。いいね、足首もっと使って、ストック前について。 OK、 うん、入れ、ナイス。やばかった。おう、何てのこれ。高田氏、俺伸びて入んない。伸びて足元で取られてからやぞ。はい、ダブルボール抜け、早く早く、ストックつく、抜けは、うい、こい、全部下だ。もうスペース作って、うい、入れ。はい、2ナッチ1本目。おい、セット隠蔽してねえぞこれ。完全に横出ましたね。ふい、抜け、ふい、ダイレー抜けな。はい、セル4本目。さあ、体回すな。はい、ほら、体回しておろうとしない。終わる。レッツ行きます。はい、ほら、体から行くから、スキー離れちゃうから回ってこないぞ、スキーが。はい、大輔4本目。回しすぎ、それ回しすぎ。はい、ほらほら、スピードがなくなりすぎちゃって、もう止まってるって。下に下に下に。お前、下げるな、ほら、そんな。はい、ルイ4本目。さあ、今日はもう本当に不規則なリズムでのセットです。それでいかにしてちゃんと自分の動き出してこれるか、ポール待たないで入ってこれるか。はい、ターン終わって、次席行きます。お願いします。はいよ、お尻下げないようにね。よっ、はい、関くん起こす。
ほらー、セクも回すぎだ。はい、ほらー、押し下げない、下げない、下げない。もうポール叩いてるときに体がやっぱ内側に入りすぎだよ。特にこっちターン、左ターンだよ、左ターン。はい、高田氏4本目。はい、そう、早く割る、早く割る、絶対お尻の方に行かない。パンタン、はい、速速速、前につけ前につけ。ほら、ちょっとこれ辺送り出しちゃってる、送り出しちゃってるよ。ほらほらほら、これバウンドしちゃダメよ、こういう風に最後もったいね。はい、ニャッチ、いいよいいよいいよ。さあ、左ターン絶対体から入らないように。ほら、右外側しっかり捉えて割る。はい、ストックつけ、ストック、この辺から遅れてくるぞ。はい、料理無駄な動き減ってきたね。はい、大輔5本目。そうそう、上はそれぐらい入ってくる。そうそう、それでいいんだよ大輔。どっかのパートだけでも早く滑る。はい、だゆうや、はい、5本目。止めるな、止めるな、止めるな、動き切り込んで、切り込んで、ずらすな、止めるな。エルイ5本目。脇は甘くしない、手引かない、手引かない。こっちでほら、右手引かないよ、左手で叩くとき。はい、ほらほらほら、左手、右手引くな。お願いします。はい、関君。はい、そうそうそう、こっち、こっち終わってからこっちの入り、ほら、体から動かない、足から動く、足から仕掛ける。ちょっとまあずらすぎだぞ、ずらすぎ、ずらすぎ。はい、高田氏5本目。さあ、しっかりゴールしろよ。ほら、ストックつけ、ストック、うまく終わる、終わる。そうそうそう、これはタイミングいいぞ。ほらほらほら、なんでこれ変更なるかな、よれてるんかな。はい、しや5本目だね。だいぶそういう風に、そういう風に、ほら、遅れてたらストックだよ、遅れたらストック、腕で上半身でカバーしようとしない。はいはい、ストック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 、上手遅れるな。ほら、ガーンってならない。よし、でもだいぶ良くなってきたな。